まあ、前節も前半13分に長崎に先制をされました。早い時間での先制ありましたが、まあ、今シーズンそこから違いを出せるか。今度は裏のスペース4で走ります。山本博樹もいます。マイナスのボール左足、最後は上田浩太、吉光、最後はここはしっかりと抑えました。勝ったことで前線がね数的優位できて、最後のクロスのところも空いてる上田選手のことをしっかりイオンジェ選手がねドリブルで運んで中入れます。仲間はうまくコントロールして中央から一気に裏、中野誠也が走る、オフサイドありません。抜け出して1対1シュート、ナイスキーパー吉光、その後もクリアです。まあ、いい木山選手、はい、よく見てましたけどね、最後の最後追いつけるか愛媛、跳ね返し続けられるか山口、ドストン、みゆき、こぼれてきたシュートだー、吉光スーパーセーブ。そしてサイドキーパーの前、オフサイドありません。ここは3人が早く戻ります。そして中には清原、垣田、これシュートか、胸トラップ落として大橋のシュート、しっかり枠を捉えていました、オンターゲット。ここはナイスセーブ吉光。大橋選手の、ね、好きな距離でしたけど左足でしたからね。止めた、キャッチした。前半45分、福岡絶好の先制チャンス。ちょっと嫌な間の感じになりましたね、ヤンドヒョン選手としては、少し助走も短い中でちょっと…しかしボールを奪ったのは福岡です。テクニックで相談がかわす田辺、裏に抜けた上後のところ、最後上後のシュートは吉光がセーブしました。